クイーン、ポール・ロジャースは、クイーンのブライアン・メイとロジャー・テイラー、元バッド・カンパニーのポール・ロジャースが結成した、イギリスのロックバンド。1986年のマジックツアー以来、長年、クイーンとしてのツアーは行われず、フレディ・マーキュリーの死後は、音楽業界から引退したジョン・ディー・コンを除いて、ロジャー・テイラーとブライアン・メイはしばらくは、ソロ活動に活路を見出そうとしていた。 2000年頃からは、チャリティコンサートなどに二人で、クイーン名義で出演していたが、フレディのような絶対的なボーカリストが、不在の中、本格的な活動再開には至らなかった。そんな中、2004年のフェンダーストラトキャスター発売50周年イベントで、ブライアンが、ポール・ロジャースと共演。ブライアンとポールは、それ以前にもロイヤル・アルバート・ホールでのイベントや、ポールの、アルバム、 マディウォーターブルーズなどで何度も共演していたが、改めて、ポールとの間に強いケミストリーを感じたブライアンは、ロジャーも参加した上で3人のコラボレーションを計画。英国音楽伝道の受賞式で、We Will Rock You、伝説のチャンピオン、そして、フリーの、オールライトナウの3曲を一緒に演奏した。この共演に強い手応えを感じた三人は、2005年に、クイーン、 ポール・ロジャースとしてワールドツアーを行うことを発表した。フレディと全く異なるスタイルを持つポールの起用には一部から疑問の声もあったが、ヨーロッパツアーのチケットはソールドアウトするなど多くのファンからは熱狂的に迎えられ、同年9月にはライブアルバムリターンオブザ・チャンピオンズを発表。10月には日本公演も実現し、埼玉、横浜、 名古屋、福岡で10万人を動員。手を取り合ってや、ボーン・トゥ・ラブ・ユーなどは日本のみで演奏された。2006年初頭には、クイーンとしては1982年以来となる北米ツアーも実現し、全世界20カ国で、計66公演にも及ぶツアーは、大きな成功を収めた。この勢いを受けて、8月には、 新曲のレコーディングのためにスタジオ入りすることをブライアンが自らのホームページで宣言。2008年9月デビューアルバムザ・コスモス・ロックスを発表。日本では13年ぶりのクイーン最新作と宣伝されたがアルバムの内容はブルースロック色が強くセールス面では前衛5位と検討したもののファンや評論家からの評価は賛否両論となった。 アルバム発表後、再び大規模な世界ツアーを開始。全世界21カ国で計40公演が行われたが、再度の来日公演は実現しなかった。2009年5月、ポールは、クイーンとはもうやり尽くしたとして、クイーン、ポール・ロジャースとしての活動に終止符を打つことを、インタビューで明かし、バッドカンパニーの再始動に移行した。ただ、今後チャリティーなどで、 再び共演することはあり得るとしている。一方ロジャーは、自らとポールの関係については、今でも良好であるとしつつも、ブライアンとポールの意見が食い違い始めたことを、解散の原因として挙げており、今の状態を考えると、将来もリユニオンはないような気がすると発言している。ありがとうございます。